あ、いちまっちゃんだ。おい、いちまっちゃん、いちまっちゃん、おい。はい、安定の虫。相変わらず暗いな、お前は。もっと自分の殻を破ってた方がいいよ。夜な夜な皮むいてばっかいないでさ。おお、うまいこと言ったね、今。兄ちゃん、うまいこと言ったよ。どう、今のいちまっちゃん。え、はあ、4月って春のイメージあるけど、この時期はまだちょっと肌寒いよね。流された、兄ちゃん渾身の下ネタ流されました。傷つけ。うるさいな、もう。何くだらないこと言ってんの。あ、知ってる人たちだ。うわ、すげえ知ってる人たち来た。なんで。お前が呼んだんだろ。なんだよ話って。ん、なんか発表したいことがあるって。ああ、そうそう、発表しないとダメなの。みんな揃った？大丈夫？待って待って、トッティの様子がおかしいよ。何それ、どういう状態になってんのこいつ。さっきから一言も喋んない。中身が空っぽみたい。中身が空っぽ、どういうこと。おう、中の人がいない。どういうこと。ああ、なんかあいつ今海外に行ってるらしいよ。海外？なぜ。知らん。あれか、調子に乗ったというパターンかな。はいはい、天狗パターンね。なんだよ、あいつただの鬼畜じゃないか。ド鬼畜だね。まあいいや、今から俺があのことを発表したら、きっとトッティも慌てて帰ってくると思うから。あのこと？今からそんな大事なこと発表すんの？何何、気になる。うん、あのことっていうのは。そうか、わかったぞ、おすます。あ、ついに決まったんだな、カラマツワンマンフェス in 桜島が。せいせいせい。あーだ、あ、あだら、あだ、暑いね、カラマツ兄さん。暑いよ。暑いよね。で、一体何の発表なの？おそ松兄さん。どうしよっかな、発表しようかな。もったいぶらずに早く言えよ。ねえ、早く。いや、すごいよこれ、ほんとびっくりするからね。はあ、何の話。実は俺たちのアニメに関すること。いや、実はさ、アニメ去年の3月に終わっちゃったでしょ。でもそれがなんと今回。やっぱどうしよう。おい、どうしよう。いや、言えよ。え、言えよ早く。いや、言いたいんだよ。だけど、どう言えば一番盛り上がるかなと思ってさ。せっかくだからみんなにわっと喜んでほしいし。いや、もうじゃあ言うけど、僕たちもこれ見てる人たちももう大体何言うかちょっと分かっちゃったよ。分かっちゃったの。分かった、察した。てかね、お前発表の仕方下手すぎ、バレバレだから。もう言って早く。分かったよ、じゃあ発表すんね。実はこの度、俺たちのアニメが皆さんの応援のおかげで、言えよ言えよ早く。てか何してんの、何の時間だよこれ。何の発表かすげえ気になってきただろ。いや、だから何の発表かも分かってんだって。みんな分かってんの、あとお前が言うだけ。でもお前がいつまで経っても言わないから、みんないつ盛り上がっていいのか分かんないんだよ。言おう早く。あー、分かった、じゃあ言うね。うん、言おう。実は今回一旦終わっちゃった俺たちのアニメがね。うん、発表する。実は今回俺たちのアニメがね。なんて言わないんだよ。早く喜びたいのに頭おかしくなる。なんだじゃんこいつは。ちょっと何これ。
トッティだよ。喋った？鬼畜が戻ってきたんだよ。どういうことだ？アニメの2期やるよ。はぁ、本当だよ。じゃあね。え？言われちゃったよ。最悪